今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日は室津パーキングエリアにやってきました。3連休最終日ということで、まだ10時半なんですが混み合ってますね。じゃあここのファミリーマートでコーヒーでも買いましょうか。若狭道の錦サービスエリアにやってきました。ここでランチです。でここはあのサービスエリアでガソリンスタンドがあるんですが、この先ですね、160キロぐらいですか、ガソリンスタンドがないというので、要注意の場所です。なんかいい匂いが、いい匂いがしますね。焼きイカですかね。はい、お腹空いてるからビビッときますね。で今日はちょっと肌寒いぐらいでオーバーベスト着ております。はい、ここにレストランあります。丼をなんかそういうのをやってるみたいですね。はい、丹波流化石の発見、セイコン化石の観察をしていた人が発見したそうです。卵の殻の化石だそうですよ。1億1000万年前の化石が眠る。はい、でここにレストランがありますが、フードコートがあるので、まずフードコート、あーこれ美味しそう、丹波牛とろ重。ここはあの前来た時もそうだったんですが、やっぱり黒豆をメインで売ってますよね。黒豆の黒豆チーズケーキとかあります。おじいはとんかつ定食950円にしました。でご飯と漬物に味噌汁という極めてシンプルなやつですね。でとんかつソースは袋入りです。とんかつちょっと薄いかな。ちょっと衣が厚すぎるような気がしますね。まあでも950円なんでこんなもんかなという感じです。おばあは親子丼ですか。なんか美味しそうですね。丹波鶏、でお漬物もマシマシにしてもらったと思います。ちょっと少なかったのでもっと入れてって言ってさすがおばあそれがどうしてさすがなんですかまあそういうところしっかりしてますよね、おばあは。で親子丼おじいに分けてくれるそうです。はい、じゃあ味見をしてみましょう。いや、なかなか美味しそうですよこれ。あ、すごい味が濃いですね。あの鶏の味がすごく凝縮されたような味がします。で歯ごたえもあってとっても美味しいですね。これで850円ですか。950円か。あ、やっぱりそのぐらいしますよね。950
950円と、まあ、親子丼とは思えない価格ですが美味しいです、うん、味付けもあのちょうどいい感じであまり辛すぎず美味しいです。完食です。あのお腹空いてたんで一気食いでした。ではコーヒーでも買ってさらに先に進みます。お茶ここで、うん、黒豆パン焼いてますね。美味しそう。250円。味方五湖パーキングエリアにやってきました。あれが味方五湖ですね。でここはファミリーマートがあります。トイレとっても綺麗なんですよね。じゃあまずトイレ行きましょうか。ここに案内があります。で目の前にあるのが味方湖ですか。で奥に水月湖がありまして、でこの水月湖ってあの2層になってて、下の方は硫化水素が溜まってて、あの生き物が生育できない湖です。はい、これですね現在地。で前はこの水月湖泊まってこの辺を観光しました。いや綺麗なとこだわ。